チャーミンです。ちょっと今大きな声出せないんですけど、今回はここのお店で可愛い文房具の雑貨を、ね、購入してきて紹介したいと思います。ちょっと買ってみます。はい、というわけでね、今家に帰ってきました。はい、今回買ってきたものを紹介します。こちら、じゃーん。今回は舞浜のエキスピアリにあるアソコとスリーコインズが合体した店舗に行ってきました。アソコって原宿に大きいお店あるじゃないですか。で、家に帰って調べてみたら、アソコとスリーコインズさんはもう同じ会社の人がやってるんです。なんかあそこは結構レアらしくて、なんかね、日本に5店舗しかないそうです。あんまりね、参考にならないかもしれないんですけど、まあ、ぜひね、気になった方がいれば行ってみてはどうでしょうか。ちなみに5店舗とはこのような感じです。意外と少ないみたいですね。じゃあとりあえず出していきましょう。はい、こんな感じでたくさん買ってきました。ちなみにどれがスリーコインズで売っているものかちょっとわからないんですけど、そこはご了承ください。すっごい可愛くないですか。それでは紹介していきます。まずは文房具のペン類から。こちらの3つのペンです。はい、近くで見るとこんな感じです。人参、サボテン、キウイのペンを買いました。お値段こちらは100円100円、なぜかキウイだけ2点です。私ね、細いペンが欲しかったので、こちらの細いペン買いました。先っぽはこんな感じの結構細めです。細ペンです。で、書くとこんな感じの、はい、こんな感じですごい可愛いと思います。次、続いてはこちら、謎に回るペンです。後ろはこういう風に回せるようになってて、回すとキュイーンと回るようなペンです。不思議なペンです。筆箱にも入りません。先はね、普通にこういう太めのボールペンになってます。こちらお値段は180円です。続いても面白系です。まず一つ目、こちらのね、フラミンゴのペンです。こちらお値段200円です。見てください、ここにフラミンゴのモフモフのキーホルダーがついてて、それね、ペンがで、キャップにこれついてるんで、こうやって外してこっちにつけるとこういう風になります。で、これは結構細めのペンですね、はい、で、これはインクとか全部なくなった時にここがね、取り外し可能になってるんですよ。なのでキーホルダーにしたりしてもいいと思ったので買いました。でっかいから可愛いです。続いてはこちらのチキンちゃんのペンです。すっごい唇してますよね。こちらにチキンちゃんが丸ごとペンにオーンって感じです。ここがペンになってて、これはね、太めのボールペンとなっています。こうやって勉強してたらちょっとやばいやつになっちゃうので、これは家でね使いたいと思います。こちらも値段200円です。続いてはこちら、蛍光ペンですね。見てください皆さん、すっごい形してますよね。で、こっち側に黄色、こっち側に赤で両方ついています。で、こちらお値段80円です。ということは1色40円です。めっちゃ可愛いよね。柄も可愛いし、一番よく使うね、赤と黄色ということでね、すっごい可愛いし、いいねと思いました。可愛いですよ。続いてはこちら、ペンから変わり定規です。これ可愛くないですか。いろんな動物があったんですけど、その中でも私はシマウマを選びました。すごい長いですよ、ね、こういう感じです。こちらお値段200円です。裏もピンクになってるね。これ普通に色合いも可愛いし、シマウマも結構可愛かったです。続いてはこちら、見てください、これびっくりですよね。銀ギラのノートです。開いていきます。そういう感じか。え、めっちゃかっこいい、近未来的、めっちゃいい。これノートですね、普通の。普通にこれは可愛いしかっこいいので、ね、気に入っちゃいました。続いてはこちら、
皆さんこちらただの付箋に見えますよね。まあ付箋なんですけど、皆さんどう見えますか。こちらなんとね、こういう風にね、まあ立たせることができるんですよ。ここに何か書いて、こう裏に貼ると、予定とかをね、ここでテーブルとかに置くとすぐ分かるように、なんていうの、お店にある看板みたいなやつになるんですよ。すっごい可愛くないですか。なのでここに予定とか書いて、ここにペタッて貼っとけば、すぐ帰ってきた時に思い出したりできます。こちらお値段なんと200円です。それで地味にちょっとこちらのちっちゃいペン可愛くないですか。続いて文房具、最後はじゃじゃん、足のついた消しゴム。イエーイ。これただの足がついた消しゴムだと思うじゃないですか。ここ見てください、まとまるくんなんですよ。だいたいこういう可愛い系の消しゴムとかって使いづらいじゃないですか。消しづらかったり。というわけで、なんかね、こちらの消しゴムはこういう風にちゃんとね、まとまるくんなので、すごい消しやすいんですよ。ちなみに別に私の家にあったまとまるくんをちょっとね入れてみます。するとちょうどぴったりでした。で、なんか机にこういうのが置いてあったら、ちょっとあまり汚い感じが出ちゃうじゃないですか。かっこ悪いっていうか、なのでしまわなきゃいけないんですけど、この足にはめるだけで、はい、完全にオブジェ。続いてはファッション雑貨などです。こちら、こちら、一つ目はユニコーンメイクブラシ S です。こちらはお値段300円でした。なんとこちらね、チーク、ハイライト、シェーディングをね、塗ることができます。はい、出してみました。こんな感じで、なんかね、すっごいレインボーカラーですね。で、これもユニコーンの角風なんですよ。なのでね、持ってるだけでも映えちゃいます。続いてはこちら、じゃじゃーん、グッドって書いてあるクラッチバッグです。こちらお値段400円でした。400円で感じません。すっごい中もちゃんと結構入りそうだし、しかもね、柄もね、すっごい可愛いので、こちら何でも服に合うと思ったので買いました。続いてこちらはニコちゃん柄のガマ口のショルダーバッグです。これすごいちっちゃいんですけど、 iPhone とお財布もね、ちょうど入るくらいだったので、こういうちっちゃい私ショルダーが好きなので買いました。お値段は800円です。開けます。やっぱりこうやって開くので、ね、すっごい可愛いし、ここもこういうのなのでおしゃれだったので買いました。そして最後にこのね、2つをアレンジしたいということで、こちらも買っちゃいました。じゃじゃん、まず星のストラップです。これはね、ここに合わせたり、ここに合わせたりしても可愛いと思ったので買いました。お値段300円です。そして続いてはこちらの2つのピンバッジです。こっちはなんかリップとか、そういうなんか大人っぽい感じのやつで、こっちはなんかね、海とかパイナップルとかポップな感じのものですね。これもこういう風にね、こっちじゃないかな、こういう風にこことかにつけたりしたらすごい可愛くアレンジ簡単にできると思ったので買いました。こちらは400円。はい、バッグちょっと一回ね、こういうの開封したんですけど、こういうね、ストラップをこっちにつけても可愛いし、こっちにね、つけてもすごい可愛いですよね。こういうピンバッジとかも好きなのね、いろいろ自分で選んだりして、こうやってこういう感じ散りばめたりしてもすっごい可愛いし楽しいですよね。こういう感じで、ね、いろいろ好きなように散らばして、こういう風に自分で好きなようにアレンジしても可愛いかもしれません。はい、というわけで今回はあそことスリーコインズが合体しているお店で買ってきたものを紹介しました。すっごい遊び心満載のものから可愛い雑貨などね、いろいろ集まってて、すっごく見てて楽しかったです。あんまり日本には少ないんですけど、まあもうね、本当に行ったら楽しめました。ぜひ皆さんも機会があったり、ちょっとね、見かけたら入ってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。